こんにちは。大学受験勉強法マニュアル著者の大平俊介と申します。この度は私のウェブサイトをご覧いただきありがとうございます。私は現在医学部に通いながら、大学受験の効率のいい勉強方法を受験生やそのご両親に教える活動をしています。今回は大学受験合格へのメッセージということでお話ししていきます。よろしくお願いします。それではパワーポイントの方を見てください。大学受験合格へのメッセージということでお話ししていきます。最初なんですが、勉強していても成績が伸びない受験生には効率のいい勉強方法が必要ということです。このことは私が大学受験の浪人や高校時代の経験を通して非常に感じていることと、同時にサポートの経験、受験生やご両親をサポートしている経験から、効率のいい勉強方法が必要ということを日々感じております。その理由としましては、先ほども言ったように私自身の経験やサポートの経験があるんですが、私自身かつて勉強方法が間違っていた時には、1日14時間勉強しても成績はあまり伸びませんでした。ですので、間違った方法、間違った勉強方法で高校の授業や塾、予備校に時間やお金を費やしても成績にはあまりつながらない、つながりにくいといったことが考えられます。ですので、塾や予備校に50万100万と時間やお金を使う前に、ぜひともまず最初に効率のいい勉強方法を知ってもらいたいと思っています。次にもう一つお伝えしたいことは、あなたが思っているほど元々の頭の良さというのは大学受験においてはあまり関係がないということです。かつて私自身が偏差値40や50前後の頃、あとはセンター試験の模試、センター模試ではセンター試験の国語で200点満点中70点とか85点とか、そういった点数しか取れなかったんですが、その頃の私というのはどういうふうに思っていたかというと、やっぱり自分は頭が悪いなというように、模試で悪い点数を取るとそういうふうに思っていたり、その他には自分には医学部合格は絶対に無理だなっていうように考えていたり、その他には優秀な人、自分より成績のいい人を見てはもともと頭が良くていいなとか、あんまり勉強しないでも成績が取れて点数が良くていいなといったようなことを思っていました。もっとひどい時には、なぜ親は自分をもっと頭良く産んでくれなかったのかといったことまで考えていました。しかし実際に偏差値70前後、効率のいい勉強方法を知って勉強を続けていた結果、偏差値70前後を取ったり、センター試験の5教科8科目で、理科3科目で9割を超えるようになって、実際に医学部に合格して思ったことというのはどういったことかというと、私自身成績が悪かった頃、以前に思っていたような、その元々の頭の良さというのは大学受験においてはあまり関係なかったなというようなことが、感想として率直な感想です。それと同時に、正しい方法で勉強すれば成績は伸びるんだなということも合格して感じたことです。ですので、もしあなたが今現在成績が伸びずに悩んでいるのであれば、その原因というのはあなたが思っている元々の頭の良さではなくて、間違った勉強方法にある可能性が非常に高いと思います。ですので、間違った方法で勉強を続けるのではなくて、ぜひとも早い段階で効率のいい正しい勉強方法を知ってもらいたいと思います。もう一つ私のお話をさせていただくと、私自身は親が医者ではなかったので、公務員でしたので、受験に関してはいろいろな不安がありました。例えばどういったことを思っていたかというと、高校時代ですと都市部の高校では田舎では教えてくれないような問題やテクニックがあるのではないかといったようなことを思っていたんですが、実際に偏差値70医学部に合格して思ったことというのは、そういった成績が悪かった頃や受験の情報がなかったこと、なかった頃、経験がなかった頃というのは、そういった不安があったんですが、実際に合格してみて思うことは、そんな問題やテクニックというのは、ほとんどというかまずなかったです。
実際にあったとしてもそれが合否につながるということはまずないですので、もしあなたが今そういった不安があるのであれば、ぜひとも安心して受験に取り組んでほしいと思います。実際に受験というのは誰にでも手に入る試案の参考書や問題集に載っている内容しか出ませんでしたので、そういった、もちろんその効率のいい参考書や問題集を選ぶ必要というのがあるんですが、情報においては都市部や地方でその格差というのはあなたが思っているほどありませんので、ぜひとも安心して取り組んでください。こういったことを含めて私自身受験の経験から思うのは、そういった受験の試案の参考書や問題集にある個々の問題、塾や予備校で教える個々の問題を学び取るためのその勉強方法というのが一番重要で、これが実際私自身誰も教えてくれなかったことですので、学校の先生や塾予備校の先生も一科目のプロですので、その一科目の勉強方法だけでは成績全体、大学受験で必要な科目全体の成績がはバランスよく上げることはできませんので、私自身、私のような実際に医学部に合格した方の実践的な勉強方法を早い段階で学んでおくことが重要だと思います。まだ今の段階で成績が悪い時というのは、私自身非常に不安があって、本当に自分なんかが医学部に合格できるのだろうかということをずっと思っていました。しかし実際に合格することができましたので、もし今の段階で不安に思っているのでしたら、他の受験生も同じように不安に思っていますので、そういった不安で勉強が手につかない、勉強しないのではなくて、そういった不安は誰にでもあるということを認識した上で、コンスタントに継続的に勉強を続けていってほしいと思います。あともう一つ最後のメッセージとしては、高い目標だからこそ勉強する価値があるということです。もし今の成績で入れる大学を選ばれるのであれば、もう今勉強しなくてもいいわけです。テレビを一日中見てもいいですし、漫画読んだり遊んだりしても合格できる大学というのは数多くありますので、そういったボーダーフリーの大学を狙うのであれば、もう今高1高2の段階でしても段階だったとしても勉強する必要はもうないですので、そういった合格だけにこだわるのであれば勉強する必要はないんですが、もし今の段階で今の成績では合格できない大学、学部といったのが目標でしたら、ぜひともそういった高い目標を目指して勉強していただきたいと思っています。私自身は医学部を合格し、目指して勉強していたわけですが、良かったこととしては非常に高いレベルの、大学、学部を目指して勉強していたので、そうすると、最終的な実力がついてくると、一般的に難関と言われる私立の慶応大学や早稲田大学、上智大学といった大学も、簡単ではないんですが、比較的合格できる学力がついていましたので、ぜひともそういった高い目標を持って勉強されると、最終的にはご自身にの選択肢が広がることがありますので、ぜひとも目標は高く、志を高く持って勉強していただきたいと思っています。今回はこれで以上になります。ここまでお聞きいただきありがとうございました。